はい、こんにちは。マーチャンネルマハです。はい、今日はですね、久しぶりに3色マーカーチャレンジをやりたいなと思いますね。はい、で、私が塗るのはこちらのマジンベジータですね。そしてエイシン君が塗るのはクッパー。そうですね、クッパーですね。これをこれから引く3色のペンで、塗っていくってやつですね。はい、久しぶりだねこれね。じゃあ早速やっていきたいんだけど、その前にですね、描いてるところ、パパ2つも描いたんだけど、描いてる様子をご覧ください。はい、はい、そんな感じで描いてるとこ、ちょっと早送りだったけど、やってみました。はい、ちゃんとパパは描いてるよ、ってことをよく教えたかったの。このマジンベジータは前ね、下書きやパパがライブでやってたもんね。あ、でもね、全然構成違う、変えた。全然構成変えて、すごい違うね。今回は結構似てるんじゃないかな。似てる似てる。思いますけどね。はい、じゃあ早速ペンを選んでいきましょう。エイシン君の1色目は黒だけは出るな、よっ青青か。私の1色目はこちら、あ、紫色。薄紫だ。薄紫。じゃあ黒だけは出るな、よっ。薄ピンク。ピンク。薄ピンク。クッパに合ってない。私の2色目。うわーっと同系色できた、紫。はい、じゃあエイシン君の3色目。黒だけは出ないでね。ほい。水色。水色。はい、じゃあ私の3色目は。同系色だけはちょっと勘弁。ドン。黄色。黄色。僕は青、薄ピンク、水色でクッパを塗ります。はい、頑張って。はい、じゃあパパは紫、薄紫、黄色でマジンベジータを塗ります。はい、じゃあ早速塗っていきましょう。はい、じゃあ早速塗っていきましょう。さあ、パパはどっから塗るかな。とりあえず服から塗っていこうかな。僕も肌から塗っていく。肌何色にするの。ピンクか。薄ピンク。なるほどね、それはいいかもしれないね。あ、そっか、ベジータの肌の色どうしよう。縁らへんになるかな、縁とかの。久しぶりだね、繁殖マーカーチャレンジね。多分ね、みのりんさんとコラボして以来だね。あ、黒か。そんなことないかな。多分その後は本気のなんか塗り絵みたいなのをやって、今回パパがマジンベジータにしたのは、まあ、この前のライブ配信があってリクエストもらったからなんだけど、なぜエイシン君の方はクッパになったかわかりますか？この間クッパ倒したから。その通りです。ゲームチャンネルでね、ちょうどスーパーマリオブラザーズ U デラックスのクッパを倒したので、その記念でクッパにしました。記念なのかな。記念です。今までさ、気づいてはいたんだけどさ、改めて見るとクッパってカメなんだよね。カメだね。うん、確かにこの間やったそのマリオでも思いっきり甲羅の中に入ってたもんね。入ってたよね。スマブラでも攻撃であれあんだよ。ああ、そうなんだ。そう、あのね、亀になってね、ぐるぐる回るかね、もしくはね、ヒップドッグ、もしくは空中に回らながらぐるぐる亀になって回るかな。意外にすごいっす。あ、にしても青でもいい。眉毛とか。本当はそこはね、赤だからね、そうそうそう。まあそれこそ3色マーカーチャレンジの醍醐味ですよ。うん、まあ黄色が出たことでパパはスーパーサイヤ人っぽくなるから、よかったっちゃよかった。スプラトゥーンってさ、最近パパやってないじゃん？やってないね。最近さ、僕はあの、友達と、あれをやってんだよね。なんだっけ。イカちゃん？イカちゃん、イカちゃん意外に楽しいんだよね。意外にって言葉をよく使うけど。うん、意外なの本当に。意外だよ。二人でね。今まで楽しくないと思ってたってことだね。そう。最初はもうただ単にみんなでやるだけだろうと思ったけどね。やったら結構楽しかったよ。うん、ちょっと、怖い怖い。そう、骨クッパってね。あれなんだよ。骨クッパって、クッパーがね、あのマグマにドシーンと落ちたじゃん。あの後の姿？そう、あの後ね、肉が溶けてあなただって。うわー、ちょっとそれはグロいな。マリオ史上最悪にグロい話だな。そう、まあマジだよ、マジ。できたー。できた？てててててて。はい、ということで完成しました。じゃあそれぞれ見ていきましょうか。僕が塗ったクッパはこんな感じだね。はい、毛とか爪は青にしたよ。あと、とんでもないけど歯も青にしました。結構ね、同系色だね。うん、水色と青だったから厳しかったかもしれないね。うん、
この口の部分とかお腹とか、うん、角の下の部分とかは薄ピンクになってます。ああ、なるほどね、うん。結構難しかったね、これはね、うん。クッパの個性がなくなっちゃった感じがね。うん、もう髪とかはいいんだけどね。うん、そうだね。うん、題名は三色クッパ。三色クッパ、うん、なるほど。はい、続いてパパが塗ったマジンベジータでございます。うん、黄色が出た時に、これはスーパーサイヤ人ぴったりと思って喜んだんだけどさ、うん、で紫も服は紫だったからさ、うん、で薄紫が予想以上に濃くてちょっとね怖い、本当に魔人化しちゃったみたいになっちゃったね。うん、魔人ベジータじゃなくてね、もう魔人タだよ、魔人タ、魔人タ。いやでもね、ちょっとこの紫色で血管が飛び出てるのに見覚えがあってさ、うん、あのね、ギニュー隊長にそっくりなんだよねだからこれはですね、タイトルはギニューベジータです。ギニューベジータ。はい、そんなわけで久しぶりに三色マーカーチャレンジやってみましたけど、うん、本当にね、力作で今回ベジータちゃんと描けたなと思ったのに、うん、台無しになっちゃいましたねまあこれが三色マーカーチャレンジの醍醐味であるけどね、うんうん、僕すごい色かぶりしちゃったもん。パパも色かぶりしたけどね、うん、はい、はい、そんなわけで三色マーカーチャレンジまたやりたいなと思いますので、リクエストがありますはい、そんなわけで三色マーカーチャレンジまたそのうちやりたいなと思いますのでリクエストがありましたらコメント欄の方にお願いしますね。はい、レーシン君なんかはまっちゃったけど、ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとコント出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしく、ね、ということで今回は以上でございます。バイバイ